どうも、大の字です。うーったーい大の字中学校。うーったーい。どうも、大の字です。今日はリアクション動画平成ジャンプ群青ランナウェイでございます。たくさんリクエストいただきましてありがとうございます。はい、ちょっと遅れました、すいませんでした。はい、しかも今日一人でやります。まあ、平成ジャンプは本当にあの狼青年から完全にやられてしまいましてですね、非常に面白いアプローチをしているグループなんだなっていうのと、はい、もう素直にかっこいいなと。今一番おもろいんじゃないですか。楽曲ワクワクしますね。次何してくれんだろうみたいな。はい、で今回は2位が私 DJ でかけてますよ。いち早くかけてますよ。しかも全く反応なかった。だからもうコロナ禍の中の数ある少ない DJ の中でかけてました。はい、やっぱああいうちょっとこう日本のロックバンドの中でもビビマ早い、まあ、ポリシックスとかウィーナーズにも通じるものとか、あとはやっぱりそのボカロ P が作ってるサウンド、うん、ボカロ P の音ってほんとすごいよね。ないもん世界にも。本当にオリジナリティがあって、そういうこうものを、しかもこれはバンドでやってる、すごく面白いなって思ったんですよね。で、革命前夜はやっぱりその曲のこの展開とか、まあ MV も最高なんで、それと平成ジャンプでしょ、やってくれるね。だから俺不覚なのがさ、この間東京ゲゲゲイの人たちとは司会やってさ、東京ゲゲゲイってなんか聞いたことあるんだと思い出せなくて、俺見たこと絶対初めてなのに、なんで東京ゲゲゲイの人たちで名前残ってんだろうと思ったら、そう、平成ジャンプさんのあの振り付けをね、やってて、で今回もあれでしょ、だからゲゲゲの方と親交のある方というか、今回の振り付けは東京キッズのコレオグラファー舞子さん、キャリーパミュパミュさんの振り付けもやられてる、うん、いやいいとこつくな。俺も見る前でちょっともうこれありでしょ、知ってっからさ、狼青年のダンスもうやばいですね。しかもかなりホラームービー的なテストって書いてますから、楽しみですねこれね。それじゃあ、見てみましょうか、群青ランナウェイを。うわぁ。うわぁ、もういいじゃん。いやぁ、いいね。いやぁ、かっこいい。あぁ、いいね。衣装もいいじゃん。絶対こういうの合うんだよ。うわーめっちゃいいね。あーいいよ。曲も超いい。まだ曲始まってないのにイントロ100点でダンスもいい。うわーちょっとゴシックな感じだね、白黒でね。うん、はいはいはい、いいじゃない。うん、うわーいいねー。いやーいいねー。いやーこれはいいわ。今は分かんないけどまた明日だってパッチなんだよな。うわーかっこいいわこの曲。そして合ってる、彼にすっごく合ってるこのアプローチ。いやーこれお見事っす。正直今ホラーテイストの感じの 怖いはずなのに、あの映像が怖いはずなのに、もうその前に曲が今もうあっちゃって、わーなんか怖いな。 MV ちょっと怖いこと起きそうだな。
いやー、拡声器パフォーマンスもいいね。超優秀なディレクションやるスタッフがいるんじゃない？すっごく合ってると思う。 Cメロね。うわ、フェードアウトしちゃうか。反対。すごくいいと思います。はい。まずどっからも、まず、彼は本当にそのファンタジックなものとか、作られた世界観の中で、本当に、そっちの方が全然いいんだなって思う。めちゃくちゃ。ある種ドキュメンタリーな感じで素顔を置くのもいいけど、こうやって作品世界の中に彼らを落とし込むと、こんなに、かっこいいし、生き生きとしてるんだって、すっごく思う。まず楽曲も、例えば、いわゆるボーイズグループとかが、K-POP 的なアプローチみたいな。あれ、K-POP もやっぱり J-POP、これも結構この話しましたけど、J-POP の、それかなりジャニーズの曲をかなり研究したらしいですけど、A メロがあって、B メロがあって、サビがあるみたいな、日本の J-POP の作りみたいなのがあったとしたら、まあ、ある種一番最初に K-POP がやったことっていうのは、特に2010年代ぐらいかな。10年代ぐらいにかなり強烈にやったのっていうのは、サビをねすごくリフにしちゃうっていう、そうすることによって EDM 的なサウンドにもちょっと対応できるというか、まあ、EDM がそういうことをやるんですよ。でそこをダンスに見せるっていう、サビをダンスにするっていうね、一言だけ何とか言うみたいな感じのやつとかっていうのがやっぱり見たことない、実は音楽なんですよ。でそれはすごくいろんなものを混ぜた K-POP の新しい提示の仕方だったと思う。で最近やっぱりSnowmanにしろStonesにしろ、ちゃんとそういうことを今度は踏襲した上でまた回答してるっていう、この続々感がすごくあるよね。僕はなんかそれが超エキサイティング、楽しいなとか思って交互にやっぱ聞いたりするんだけど、全く違うね。平成ジャンプのこのアプローチっていうのはボカロ P 的な発想、この異常な速さの BPM、 うん、これも日本が生んだ一つのその文化だと思うんですよ。日本でしか成し得なかったネットっていう中で音楽を出すという、まあ一番有名なのは米津くん、米津玄師さんだと思うんですけど、これがちょっと前じゃない、だいぶ前か、三代目 JSOULBROTHERS のやっぱ流星っていう曲めちゃくちゃいいと思うんですけど、あれもネットで楽曲作ってる人なんだよね、確かね。それと彼らの肉体性のあるダンスとか表現方法を足したっていう足し算じゃん。でもっと言っちゃうと、これもなんか10年代以降にやっぱり川谷絵音さんっていう天才が出てきて、もうジャズ的なこうアプローチも入れながら、ものすごい BPM の速さですよ。であれとやっぱり僕はボカロ P のあれって結構あれシンクロするっていうか、同時代性をすげえ感じるんですよね。それをジャニーズのボーイズグループに歌わせてみたらどうなるかっていうのは、こんなゾワゾワするくらいハマるんやっていう、いやーかっこいいですね。だってもうロックフェスにこれで、自分がロックのフェスの DJ でどさくさに紛れてかけても、もう何の違和感もない。むしろ誰これみたいな、これ誰の曲っすかみたいな。で彼ら見事にそれを表現しきってるし、いわゆるそのボーカル P の持っているものであるボーカル人が一人しかいないとかそういうことではなく、やっぱりユニゾンの、ジャニーズが持っているユニゾンの感じとかがちゃんと入ってて、だから更新してるわけよ。新しい音楽、日本にしかできなかった新しい音楽をボーイズグループの子たちがやることによって更新してんの。これがいいね。もういいプロダクションチームが最強にいいんじゃないの。いやー、振り付けもまあお見事、ファッションも非常にマイケミカルロマンスかと思うぐらいの感じだから、あれもコンセプトのアルバムだったよね。コンセプトアルバムっていうのが昔あって、ロックにはそのアルバム1枚で違う人になりきってストーリーみたいに展開していくっていうものなんですよ。だからアルバム自体が一つの小説みたいなもんでもあるし、そういうのってもうずっと昔からやってるやつなんですよね。なんかわかんないけど、平成ジャンプっていわゆるおとぎ話的なものをさ、アルバムにしたみたいなとかあったじゃない。
だからそういうファンタジーなものとか作り物みたいなものの世界観の中に入った瞬間にとんでもない才能発揮するんじゃないかな。そしておそらくプロダクションチームはそれが分かってるし、彼らもそれが分かってるし、こうなった時に、まあ比べるの俺あんま好きじゃないけど、ジャニーズのボーイズグループの中で完全に独特の今立ち位置にいるんじゃない。おじさんドキドキしてます。こういう楽曲が好きだっていうのもあるけどね。はい。でこれがやっぱライブにおいてうわってパフォーマンスだけでやるのか、それともお客さんを巻き込んでのパフォーマンスみたいなのかやるのか、そこもちょっと楽しみというか、韻の踏み方とかもいわゆるそのラップってものをこうミクスチャーの中に入れてるやり方なので大賛成。オーセンティックないわゆるラップミュージックじゃなくてこういうアプローチの方が彼らに合ってると思います。ちょっと狼青年について決定版出てきたなみたいな。いやーこれは僕いいと思うな。ていうかもう最初からかっこいいよねこのこのね。いやーちょっとやばいなこれ、メンバーのこと知りたくなってきたな。ちょっと応援したいし誰か推しの人作りたいよな。これはね俺かなり聞くと思うこの曲を、この夏とりあえず来週ラジオでかけよう。だからさボカロ P の曲って難しいよねそこはね。だけど対応できてんですよ。だから平成ジャンプはこういうのが合うんだよ。うわーやばいなー、ちょっとやばいなー、ちょっとやばいなー。いや平成ジャンプちょっと今沼があったら俺頭から飛び込もうかなっていう。今沼に俺はまるんじゃなくて頭から飛び込んじゃうかなって感じ。これは俺ライブでも見たいな。あの YouTube のこのコメント欄にもあるけど2位のファンがめちゃめちゃかっこいいって言ってるよね。いやマジでそういうなんて言うやろ、邦楽ロック聴いてる人に聴いてほしいかな。邦楽ロック聴いててジャニーズの音楽に対してちょっと偏見持ってるやつとか、ちょっとやられに来たなこれにって感じ。いやーこれはねプロダクションチームは本当に優勝だと思う、まあ、メンバーのアイデアもあるんだろうね、あるとは思うけど明らかに俺ごめんなさい過去に遡って聞いてるだけなのであれですけど、もう気合の入り方が違うんじゃない、ちょっと前の平成ジャンプと。いや自分はやっぱりそのジャニーズっていうだけじゃない、ボーイズグループの音楽に関してある種のファンタジックなものとか虚構の世界であるとか作り物の世界的なものを欲しい人ですね。もちろんその今で言うとあの YouTube とかで違う形でさ素顔を見せるみたいなゲームとかやったりとかさ、ちょっとバラエティっぽいことやってそこの目を見せて、さらにじゃあダンスを踊ったりとかステージでやってることとの対比を見せるってやり方、これは実は K-POP が一番お家芸としてやってましたよね。だからむしろ今ジャニーズがそれをやるってことを見てこうやって文化の交流みたいなことをしてることが俺はすごいいいなと思うんやけど、俺はその素顔の部分っていうものをなんかこうキャッキャーみたいな感じでやっぱ見たりとかあんましないから、今平成ジャンプのそういうの見たい。もうこういうの見ちゃったら素顔が見たい。俺あの人押そうかなとかそんな感じのモードよ。それぐらい俺曲かっこいいと思うな。だから楽曲提供をしていくジャニーズの歴史の中で言うとやっぱりスマップがそれをすごくやってたと思うんですよ、うん、ニュースも初期はやっぱり楽曲提供やってるんですよ、アルバムとか聞くこんな人がやってるんだみたいなのあったんだけど、やっぱり途中からコンセプト決めて、それこそコンセプトアルバムで4枚やってるからそれこそ作り物ですよね、うん、でもあれバチッと僕はハマってたと思うし、そんな中で次のじゃあ、世代のジャニーズグループがセクシーゾーンは、自分たちの意思で菊池風磨君っていうのが非常にこのオルタナティブな音楽とかに非常にこう造形が深いっていうことがあって、この人とこれを組み合わせたら一番面白いじゃん、これ非常にスマップ的な考え方だと思うんだけど、自己プロデュース能力がすごく高くてやっぱり僕なんかはそこにゾクゾク来たし、そして
スノーマンとストーンズはまた違ったアプローチでこう世の中にバーンって出てきた感じで、しかも音楽のこの太さとかさ、ダンスミュージックとしてもうクラブミュージックとしてもう完全に対応できてるし、ストーンズなんてアルバムで言ったらもうとんでもない、完全に洋楽じゃんみたいなアプローチの仕方とかしてるから、もう全くこれもいいなと思ったんだけど、いや平成ジャンプはよりファンタジックでアートっぽいね。今回のビームもそうだけど、すっごくアーティスティックでめちゃくちゃいいと思う。もう今何を考えてるかって、どういう流れで曲かけようかなと、2位と並べてかけるのか、それともこういう BPM のアプローチの曲をものすごい連打するみたいな。いやマジでいいと思うんだよね。マジでいいと思う。要は今ってこれですよって言いたくなった時に、ちょっとど真ん中にこの曲があるってぐらい、スーパーソニックとか出てほしいね。はい、20が出るんでしょ、うん、平成ジャンプ見たいっすね。だって結構なキャリアがあるグループなのに、こういうフレッシュなことができて、成熟の仕方がすごくかっこいいよね。平成ジャンプはなんかねかっこいいっすはい、もうちょっと言葉足らずですいませんけど、で楽曲も本当素晴らしい。2位のクーさんもおそらくこのお話をいただいた時に、これね俺コンペじゃないような気がするんだけど、コンペっていろんな楽曲を集めて一番いい曲を選ぶっていう感じなんだけど、おそらく指名だと俺は思うんだけど、まあ、これちょっとわからないんですいません。相当気合い入れて作ったと思うんだよね。それぐらいハマってると思いますよ。これがじゃあ他のグループもやりたいかって言ったら、今多分平成ジャンプがこれをやったことによって、ここはもうジャンプのもんにしてもいいんじゃないの。いやーちょっと私今放心状態ですね。グッジョブランナウェイ。チャンネル登録しちょくれー。